プロセカの無課金あるある募集してみた。ハード以上をフルコンしまくる。あれでもらえるクリスタル美味しいんですよね。僕は課金者側ではありますけど、言うてもらえる石は絶対もらうんで、ハードのフルコンは、まあ、簡単だし、ありがてえ。イベントストーリー、バーチャルライブ、これ逃した時の絶望感がやばい。イベントストーリーは基本クリスタル400個。バーチャルライブは基本クリスタル300個ですので、1クリスタル1円計算でいきますと、2つ合わせて700円逃してるみたいな。何かしらのランク上げた時にもらえる石が命綱。特にプレイヤーランクが180とかなった時、あ、キリいい時の500個のクリスタルな。プロセカ運営さんってライブブーストドリンクは配るけど、クリスタルは、まあ、あんま配ってくれないんです。ただプレイヤーランクのキリいい時、500個くれるんですよね。マジでクリスタルたまらない。毎回美女にやられる。あ、押し入れ前に我慢できずに引いちゃってる人の言い分。ライブのために朝起きた時、学校行く前、帰ってきた後やバイトの前後などプレイを欠かせない。それが巡り巡ってイベントランキングに繋がって、報酬がもらえますからね。ライブミッション終わらなかった時の絶望を知らない。僕もまだないんすけど、知り合いに逃した人は3日寝込んでました。ワンダショチャンネルやると、ほぼ 100% クリスタル500個もらえるのでめちゃめちゃ楽しみ。月1でね、絶対もらえるんすよ。もうほぼ 100% もう絶対なんすけど。セレクトガチャ引きたいけどセレクトして終わる。僕毎回セレクトガチャは引く側なんすけど、セレクトだけするの実は楽しいらしいです。キャラクターランクがキリいいとこで上がった時にもらえる石300個が結構嬉しい。300は1連できるんよ。うん、そう、10回やったら10連できるんよな。推しを羽称号にした時の達成感やばい。無課金で羽称号がどれだけやばいかって言ったら、まず推しの枚数もうコンプなんて難しいと思うし、じゃあどうするのかったら回数なんすよね。12900回叩いてる人たちはやばいです。オピさんが羨ましくね、ネジ飛んでますけどね。僕知り合いに言われたのは、その課金に対するネジ飛んでますって言われましたけどね。これになりたいと。石がたまらないので単発でガチャを回して、推しが来た時の嬉しさが半端じゃない。課金限定の衣装が好みだと泣く。あー、だからこういう優勝クリスタルで引くともらえる限定衣装が来たらとりあえず泣くと。泣いてもどうにかならないと思うんですけど。推しの星4を前に課金しようとするが、課金後の世界を想像して踏みとどまる。あら、僕こちら側でお待ちしておりますよ。僕のガチャ動画とか見てね、あ、いつかこちら側に来てくだ、あ、違うのか。僕のガチャ爆死動画見てこっちに来ちゃダメだってなってるの。ワンダホイチャレンジに命をかける。すいません、すいません、僕ワンダホイチャレンジどうせいけると思って命までかけてなかったです。命かけてるみんながいるからあれもらえてたんすね。星が星さんの報酬枠の時めっちゃ嬉しい。あー、語弊あります。課金勢でもこればっかりは嬉しいです。アキトの報酬とか一生来ないんじゃないかってレベルで来てなかったんで。石が溜まった時の達成感。無課金勢ってさ、絶対貯金できると思うんですよね。僕次男だから我慢できないんだけど。